バレーボール選手石川祐希がイタリアに来て一月余りが過ぎました。夕食はもっぱら練習場近くのレストランでとっています。Io prendo carbonara e maiale. La resta di maiale? Sì. Ok.少しずつ勉強しているイタリア語。チームには通訳がいないため、練習も生活も自分だけが頼りです。普段は食事はどんな感じですか？いや、まあレストラン行くか、チーム自分で作るかですね。好きなパスタ何ですか？好きなパスタさ、まあ、もしくはなんかピザとか。でもやっぱ自分どこ行ってもマルゲリータのピザしか頼まないですね。ピザはお寿司屋さん行ったんですよ。そしたらお寿司鉄火巻きみたいな感じだったんですよ。大きさがこれくらいでした。びっくりするくらいちっちゃくて。普通のお寿司もありましたけど美味しくないです。時が過ぎてもあの悔しさは胸を離れません。リオオリンピック世界最終予選敗北。まあそれがあってこそもっと頑張らないと思ったので、まあそのきっかけがしっかり作れたので、まあ負けてしまったのは悔しいですけど、まあそれも経験の一つだと思いますね。まあ、それが次につながっていければいいのかなと思います。力が発揮できなかったっていうのもそうですし、実力がなかったっていうのもあると思うので、まあやっぱ個人のスキルをもっと上げるためにもこういうイタリアで学んでいければいいのかなと思います。